はい、皆さんおはようございます。福岡市議会議員の田中俊介でございます。本日は2月の11日日曜日ということで、ここ会場はですね、中央区の平尾にあります、世界国で役員にあります、宮殿記念体育館で、本日は第11回の中央区栃木大会、が、開催されております。で、ご覧の通りですね、今からまさに試合が始まろうとしているわけですけども、我が平尾校区、このオレンジのビブスをつけてですね、初戦は強豪高宮校区との予選での対戦ということで、もう1戦目からですね、かなり緊迫したスリリングな試合が展開されるんじゃないかと思います。先ほどまでですね、ここで皆さん平尾高校皆さん和気あいあいと言われてましたけども、もう試合の直前になるとですね、もう顔つきがピリッと変わりまして、それから今もう下に降りてですね、練習をしているというところであります。で、皆さん口には出しませんけれども、実は今回これ平尾高校3連覇、かかっておりまして、もうぜひですね、今日しっかりと優勝して、打ち上げでも盛り上がって、楽しい時間を過ごせればいいなと思っています。それでは、ここ宮殿体育館からお送りしました。ごきげんよう。